イエジー・ルデ,デク、イエジー・ルデ,デク、ジェルジア・デュデク、1973年3月23日体は、ポーランド・シロンスク県リブニック出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー、元ポーランド代表、デュデクと表記されることもある。12歳の時にゴーニック・イーナロの下部組織に入団し、16歳の時にセカンドチームであるゴーニック・ナロに昇格し、 その2年後にに、リガ3部に属する、観光でアナーロからデビューすると、に、リガ新記録の416分連続無失点を達成した。1995年に、エクストラクラサ一部の GKS t ィヒに移籍し、レギアワルシャワ戦でエクストラクラサデビューした。オランダに移籍するまでに、GKS t ィヒでプレーしたのはわずか15試合であった。1996年に、 オランダのフェーノールトに移籍したが、オランダ代表のエトデフーイがレギュラーを張っていたため、トゥデクのデビューはデフーイが、チェルシー FC に移籍した1997年、夏もっとなった。1998から99シーズンには、リーグ優勝に貢献し、1999年には、AFC アヤックスを破って、ヨハン・クライフ・シャールも手にした。 1998から99シーズンにはオランダ国外国籍選手として初めてリーグ最優秀人形賞を受賞し、1999から2000シーズンにも2年連続で受賞した。デビュー戦から139試合連続でフェーノールとのゴールマウスを守り続け、2001年8月26日のアヤックス戦がオランダでプレーする最終戦となった。 2001年8月31日、移籍期間終了直前に、イングランドのリバプール FC に移籍すると、ジェラールーリエ監督は、オランダ代表のサンデル・ベステルフェルトではなくドデ,デクを、レギュラーで起こした。2001から02シーズンは2巻を達成した、アーセナル FC に次ぐ2位で、リーグ戦を終えたが、リーグ最小失点に抑え、UEFA チャンピオンズリーグではベスト8に入るなど、 チームの好成績に大きく貢献したため、オリバー・カーニーや、ジャン・リージ・ブッフォンなどと共に UEFA ゴールキーパー、オブ・ザ・ヤーにノミネートされた。2002から03シーズンのリーグ戦では、ボンミスを繰り返したが、カーリングカップ決勝のマンチェスター・ユナイテッド、FC 戦では立ち直って、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれる活躍を見せた。ポーランド出身のローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世はかつて、 ゴールキーパーとしてプレーしていたことがあり、2004年に、ドゥデクと個人的に対面し、彼がドゥデクのファンであることや、リバプールの試合を常に気にかけていることなどを伝え、ドゥデクは試合で着用するユニフォームをプレゼントした。ヨハネ・パウロ2世は2005年4月2日に他界したが、後日の UEFA チャンピオンズリーグで優勝を果たした際に、ドゥデクは優勝を強行に捧げた。 2004から05シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝 AC ミラン戦では優勝の立役者となった前半をお礼から3で終えたリバプールは後半に3の3と追いつき延長終了間際にはアンドレイシェフチェンコが2度の決定機を作ったがいずれもデュデクがセーブして PK 戦に持ち込んだ PK 戦ではスパゲッティダンスと呼ばれる奇妙な気を見せてミランのキッカーを減惑し アンドレア・ピルロとシェフチェンコのシュートを止めて3から2で勝利した。後に、トゥデクは、1984年の UEFA チャンピオンズカップ決勝で活躍したジン・ケーブルス、グロベラーの動きを真似をした、と述べている。同大会で優勝を果たした、ポーランド人選手は、ズビグニエフ・ボニエク、1984から85シーズン、ユベントス FC、ユゼフ・ムイナルチク、 1986から87シーズン FC ポルトに次いで3人目であり、同シーズンには再び UEFA ゴールキーパーオブザイヤーにノミネートされた。2005年夏にビジャレアル c f からホセマヌエル・レーナが加入すると、ドゥデュレクは正ゴールキーパーの座を奪われ、2005から06シーズンと2006から07シーズン合わせて12試合しか出場機会がなかった。 このために 2006FIFA ワールドカップの出場メンバーから落選したが、リバプールファンが選ぶ衝撃を受けた100人の選手の36位にランクインした。2007年7月20日、スペインのレアルマドリードに移籍したが、絶対的なレギュラーにイケルカシージャスが君臨しており、第 2GK の役割を与えられた。2008から09シーズンの UEFA。 チャンピオンズリーグでは早々とグループリーグ突破を決めたため最終節の FC ゼニトサンクトペテルブルク戦で珍しく先発起用され何度ものファインセーブを見せて無失点に抑えたポーランド代表やフェーノウルトで指導を受けたベーンハッカー監督が率いるフェーノオルトに復帰する可能性もありまたプレミアリーグのクラブに興味を持っているとされたが他クラブへの移籍は実現せず ジョルディコ・ディーナがヘタフェ CF に旅立ったこともあり、契約を1年間延長した。2009年10月27日、コパデル・レイ1回戦の AD アルコルコン戦、ファーストレグに先発出場したが、セグンダ・ディビシオン B、3部の相手に0から4で、大敗するという衝撃的な結果となり、セカンドレグでも挽回することができずに敗退した。2010年4月10日には、 ポーランド空軍ツマイナス154墜落事故が起こり、レフカチンスキポーランド大統領など96人が亡くなったため、その直後の FC バルセロナとのエルクラシコでは、ドゥデクの提案により、両軍の選手が試合前に黙祷を捧げ、レアルマドリードの選手たちは腕に黒い模章をつけて試合に臨んだ。7月15日には、クラブとの契約を1年間延長した。 2010から2011シーズン限りで現役を引退した。シーズン最終戦となったドアルメリア戦では先発を務め後半34分までゴールを守った。その後チームメイトは花道を作ってドゥデ,デコを見送った。1996年のロシアとの親善試合でポーランド代表に初招集されたがその時は出場機会がなかった。 1998年2月25日のイスラエルとの親善試合で初出場し、エストニアとの親善試合で1試合だけ首相を務めた。その後レギュラーに定着し、2000年と2001年にはポーランド最優秀選手に選ばれている。2002フィ f ファワールドカップヨーロッパ予選では9試合に出場し、グループリーグ首位で本大会出場を決めた。本大会は、 韓国戦とポルトガル戦に出場するが、直前の怪我の影響で満足なプレーができず、合計6失点を喫し、グループリーグ敗退が決まった後のアメリカ戦は、欠場した。2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では10試合中7試合に出場しが、リバプール FC でポジションを失っていたこともあり、アルトゥール・ボルツ、トマシク・シチャク、ウカシュ・ファビアンスキが出場した本大会。 出場メンバーから外れた。ドゥデクの落選は、スペインのサッカーファンや、国際的なメディアにとって、衝撃的に受け止められ、ボルツやクシチャクが、大会前のトレーニングマッチでミスを犯したことからも、ドゥデクの招集外に異議を唱える声が続出した。FIFA ワールドカップ後の2006年7月に、レオベーンハッカー監督が就任すると、ドゥデクは、再び招集され、 デンマークとの親善試合と UEFA 欧州選手権2008予選のフィンランド戦に出場したがフィンランド戦で3点を奪われてチームの予選敗退のきっかけを作ったことで再び召集外の日々が続いた2009年9月27日ステファン・マイエフスキ暫定監督によって約3年ぶりに代表に招集され10月14日のスロバキア戦で復帰を果たしたがそれが 最後の代表キャリアとなった引退後もそのままスペインに在住し趣味のゴルフを楽しみながら時折解説作業やチャリティーマッチに出場していると報じられている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください